任天堂スイッチスポーツ。皆様こんばんは、こんばんは。と、昨年の宿主こと作者の中の人です。いやいやスープラテイストでねえ、ちょっと面白いでしょうかな。ねえ、これは僕なんですかと思ってたけどね。なるほど。おっさんウィンナーズとしてチームで頑張ろう、はい、今回は任天堂スイッチスポーツのバドミントンで対戦やるな。一応スプラトゥーンはやってたんですけどね、2はあんまりやってなかった。というか1の時点でも フェスぐらいでしかあんまりやってないな。忖度なしの全力の戦い、激闘に次ぐ激闘。やっぱりストリーハートが進行しようかな。久しぶりにやりたいな。久しぶりにやりたいなってことで、まあ、一応情報を送るのでファンの撮影する次第、ファンの撮影する次第となっております。いつもに新コース作ったんですか。いやーいいな BGM。 うん、マリカツでも配信予定がやってないけどね。あれはそうそう、それが肌に合わなさすぎた。懐かしい。あー、キノコちゃんに読んだ、懐かしい。懐かしい、やってた気がする。あ、やったわこれ。うわ、曲懐かしい。そうそう、 DS な。あれ誰持ってたやつやつ。でも一応プレイした経験はあるんだよなっていう。やべえ、いいなあ背景。うん、ほほほ、やば。マリオカート8デラックスコース追加パス、8コースずつ6回に分けて配信し、2023年末までに合計48コースを追加します。やばすぎ。マリオカート8デラックスコース追加パス、ご購入いただく以外に任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにご加入いただくことでも、マリオカート8デラックスコース追加パスをお楽しみいただけます。12ヶ月しかないのな。ああ、ポケモンか。ああ、これあれだろう？うん。ウーパーの新色でもわかるわ。これは、バイオレットスカーレット。皆さん、今日から課外授業が始まります。
テーマは宝探し。パルデア中を旅して見聞を深めていただきたい。豊かな自然、豊かな文化、うわーやべー、暮らしているポケモンたち、このドーナツみたいな子かわいいんだよな。あ、なんかこのちっこいクマみたいなやつもかわいいな。どこへ行き、何をする、誰と出会い、絵柄変わったな、何をなすのか。シェイミーは内定するかな。それぞれがそれぞれのポケモンたちと共に歩き、あーにゃーちっこいかわいいなー、共に感じ、あ、ニーフィーおるやん。あ、さ、イーブンあたりは内定確実よな。自分だけの宝物を見つけてください。おお、あ、これが新要素のやつか。いやー、いやー、やべえ、宝探し開始です。やべえ、ああ、私たち多分雪見えたな。おお、いやー、いい加減ライトじゃない方の本体が欲しいんだよな。これじゃあキャプチャーボードまだ買ってないけど、もし買ったとしても実況ができねえ。まあ今やったところでそんな動画編集って時間もないんであれなんですけど、あとパソコンのスポットに買ったんだけど、キーボードじゃなっていうところで、Bluetooth の送信機を買おうかなって考えて。っていう手前に、2分前ですね。2分前ですね。そっちを踏み進ませた。そっちを踏み進ませた。いいこと。はい。あと1分じゃないか。小ジャケが気になるな。小ジャケ。かわいいんだけど、なんで一緒にいるんですかねって。あとあれだ、あれテントクルシオカラーズに変わる何かもあるのかなって考えてはいるんだけど、あるんですかね。あんまり公式情報を追い切れてないから、そこら辺あんまりよくわかんない部分まだあるんだけど、来ました。来た来た。研究発表会。
ここはバンカラ地方の中心地、バンカラ街、うん、ノスタルジックなその見た目とは裏腹に近年目覚ましい発展を遂げているとトレンドに敏感なイカたちの間でも話題の街だ。お、皆様いかがお過ごしだろうか。挨拶が遅れてしまったが、我々は人の姿でインクを自在に打ちまくり、イカの姿でインクを自由に移動する。この不思議なイカたちに心を奪われ、現地やその生態について調べているイカ研究所の研究員だ。今回はこのイカたちの新たに発見した生態についておさらいを交えながらお届けしたい。もちろんタコについての研究も行っているのでご心配なく。やべえなこの動き。まずはこちら、縄張りバトル。基本中の基本だ。生かしたファッションに身を包み、生かした武器でインクを塗り合う。マニューだ。もちろんこのバンカラ街でも一番の楽しみは縄張りバトルだ。うん。4人1組のチームに分かれ3分間インクを塗り合い、チームの色のインクを多く塗ったエリア、そう縄張りをたくさん確保したチームが勝ちとなる。インクはただ塗るだけではなく、壁を塗って登ったり、こっそり相手に近づいて倒したりと、インクを塗り広げることでバトルが有利になる。おっと、インクがなくなったら潜って補充だ。さらには壁を勢いよく登るイカ登りや、インクから回転しながら飛び出すイカロールといった、これダイオウイカ、ダイオウイカのやつやないか。おい、これなんや。この光っている間は相手のインクを少しだけ防ぐ効果もあるようだ。ほう、なるほど。バトルの場所も様々だ。すでに確認されているバンカラ地方のステージとして、うん、湯の花大渓谷、ゴンズイ地区、うん、なめろう金属、うん、マテガイ放水路があるが、うん、他にも新たなステージがあるようだ。ヤガラ市場、あら、色とりどりの屋台が立ち並ぶ。いいなこの背景。怪しいものがたくさん売られているな。怪しいもの。ハイカラ地方のステージもいくつか登場する。金目鯛美術館、ああ、うん、近代的な美術館の中にはバトルの舞台となっている。この貝かわいいな。設置されている回る壁が特徴的だ。マサバ海峡大橋、うわ、ハイカラ地方とバンカラ地方をつなぐ橋で、長い工事期間を経て開通した。開通した。そのおかげでハイカラ地方との行き来がしやすくなったようだ。うん、マヒマヒリゾート&スパ、あー懐かしい。ハイカラ地方にあるリゾート地だ。時間経過によって足場が変化するのが特徴。インクを塗れる場所も増えるので塗り残しに注意。さらにご覧のステージを含めた計12ステージが登場する。なるほど、発売後もアップデートで様々なステージが追加されるようだ。ほう、ああ、アップデートか、あれスクエアの方は、あ、スクエアの、じゃあ、何やったっけ、2の方、2の方何やったっけ。まず、過去に登場したメインウェポンの基本形となる武器は、すべて使用できるようだ。まあ、それらに加え、弓のような形の武器、ストリンガーといった、バンカラ地方ならではの武器も登場する。そして、ワイパーと呼ばれるタイプの武器が新たに加わった。これローラーと何がちゃうんや。これはドライブワイパー。ん、武器を振った遠心力で遠くの刃をまっすぐ飛ばす。なるほど。さらに力をためて振ればため切りに変化。遠距離はもちろん近距離でのため切りも強力だ。あ、
どっちかというとパブロより。続いてピンチの時に役立つスペシャルウェポン。やべえな、なんかすげえのになってんぞ。スペシャルウェポンはインクを塗ることでゲージがたまり、満タンになると発動できるスペシャルなウェポンだ。新たなものがいくつか確認できたので紹介したい。これはエナジースタンド。発動すると冷蔵庫が出現。中にはドリンクが入っており、一定時間動きが素早くなるなど、いろんな効果を発揮する。すげえ。4本入りなのでチームメイトと分け合ってどうぞ。ケン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 。いいな、この音。こちらはホップソナー。地面に突き刺すことで周囲にウェーブを発生。はあ、相手の位置をマーキングしたり、なるほど、ダメージを与えることもできる。ウェーブはジャンプでかわせるぞ。そりゃかわせそうな感じするもんな。サメライド。サメ。力をため一気に突進し相手を倒す。あ、イカソフィアの足みたいな。周囲にダメージを与えるようだ。そしておなじみのマルチミサイル、ジェットパック、雨フラッシュ。あー、地味厄介なやつ。ウルトラハンカ。これぶちきやったことないんだよ。ナイス玉といった。あー、ナイス玉。以前からあるスペシャルも一部登場するようだ。ワンのやつは。スペシャルウェポンは武器に組み込まれているので、自分に合った組み合わせの武器を見つけてほしい。カニタンク。カニタンク。キュバモー。さて、そんな生かした武器のお買い求めはこちら。あ、ここはカブトガニの武器地が店長を務めるカンブリアームズ。武器の豊富な知識と確かな目利きで評判の店だ。武器の購入はお金ではなく、お金ではないな、武器地ライセンスが必要となる。ライセンス。バトルをこなしてランクを上げたり、同じ武器を使い込むことで入手可能だ。ほうほう。1枚の武器地ライセンスで自分のランクに見合った武器一つと交換することができる。そうそう、ここだけの話、武器地ライセンスを通常より多く支払うと、特別に好きな武器を先行して譲ってくれるようだ。あらー、何気に便利やな。ところで、街行くイカやタコたち、ファッションについてもかなりのこだわりがあると見て取れる。頭、服、靴といったギアは武器と同様、この街で生かすために重要なようだ。ギアはこの辺りのショップで買うことができる。階段登りたい。個性的な店主が切り盛りしているらしいので、少し覗いてみよう。あ、シャティちゃんいる。あら、ここは頭やゴールデンレシオ。帽子やマスク、メガネなど頭につけるギアを中心に取り扱う店。少し気だるい雰囲気の大村と、こちらに座っている谷市店長が店番だ。店長、谷市、いや、かわいいんだ。そして服やワンスアボン、 T シャツやジャケットなどトップスを中心に取り扱う店だ。片言だが服のセンスはピカイチ。クラゲの花笠がこだわりを持って店主を務めている。最後に靴やココナッツクラブ。スニーカーからサンダル、革靴まで取り扱う靴の店だ。見た目はでかいが、多分優しいヤシガニさんが店長をしている。多分優しい。あらー。これらのギアはもちろん見た目で選んでもいいのだが、ギアにはこのギアパワーがついており、バトルで様々な効果を発揮する。例えば走る速度が速くなる人移動速度アップ、イカロールやイカ登りの性能を強化するアクション強化など、効果は様々だ。あ、食べるまで時間たし、さらにバンカラ街にはギアパワーを別のギアパワーに。あー、当時高くなってんな。当時高くなって、このスパイキーに頼めば、ね、お気に入りのギアに好きなギアパワーをつけるとか。お前ちょ、
ることで瞬時に着替えることもできる。 TPO に応じたコーディネート楽しんでみてはいかがだろうか。これの便利だな。さてここは生かしたバトルを望む者たちが集まるロビーだ。あーおなじみ。ここではいいなこの UI。 腕前を競うバンカラマッチに参加できる。いやこの UI いいわ。中央のエリアを奪い合うガチエリア。ヤグラをゴールまで進めるガチバトル。やっぱカモあんねんな。矛をゴールまで運ぶガチバトル。カモあんの。いやどえ他にも他にも集めてゴールに投げ入れるガチアサリ。これら4つのルールが入れ替わりで開催されている。ここにもやカモあんのか。1人で挑戦したい場合はバンカラマッチチャレンジ。バンカラマッチフレンドと一緒に参加したい場合はバンカラマッチオープンに参加するのがいいだろう。ほう他にもルールなどを自由に設定できるプライベートマッチがある。フレンドと好きなルールで思う存分お楽しみいただきたい。それぞれのゲームモードについての詳細はこのダイレクトの放送後、公式サイトに掲載する予定なのでそちらもご確認いただきたい。ほうなるほど。ここにしなきゃな。ここからはロビー内の機能について紹介しよう。ここは試射場。武器の試し撃ちを行う場所だ。好きな時に練習できるほか、バトルで対戦相手が揃うまでの待ち時間にウォーミングアップすることもできる。いけねえや。次に分身は？オンライン状態のフレンドが立体映像の分身として現れ、空中のフレンドに乱入して一緒に遊んだり、合流して同じチームでバトルを開始することも。一緒に遊んでいる仲間の様子がリアルタイムで表示される。またロビーにいるフレンドに呼びかけてバトルに誘うこともできる量なので活用していただきたい。そしてこれはメモリープレイヤー。ん？あ、リプレイ保存できんの？バトルをある程度再現できる。ある程度早送りや見たい場所にスキップしたり、なんと他のプレイヤーの視点に切り替える。何かと便利そうなやつ。何度でもバトルを見返せる上、他の人と共有する機能もあるので、マジで腕前アップに役立てていただきたい。リプレイ機能あんねんや。続いてロビーのこちらのスペースにあるロッカールームを紹介しよう。ここには自分や最近遊んだプレイヤーたちの生かしたロッカーが並んでいる。このように持っている武器やギア、グッズを好きなように置いたり、いいなそれ。ステッカーを貼ったり、ロッカーの色を変えたりと、いいのも変えれるな。うわいいなこれ、やりたい。ロッカーを自分だけの生かすで埋め尽くしていただき、超やりたいこれ、やば。そうそう、この雑貨はバンカラ街の片隅にある雑貨屋竜宮城でお買い求めいただける。あら店長がちょくちょくいなくなるらしく、常連客だったアーティストパルコが代わりに店番をすることになったらしい。なかなかマニアックな品を揃えているのでご贔屓にしていただきたい。他にも、いやーこのアートワークいいな。バトル開始時に表示されるこのネームプレート、自分好みにプレート、バッジ、3代目バッジをカスタマイズすることができる。ザ・ケード・バイ・デリーだ。さらにバトルに勝った時のエモートを変更することも、エモートがあるの。わいいな、わあ、言う動きがいいわ。配布されるカタログで入手可能だ。へえ。バトルでポイントを貯めればネームプレートや季節のギアなど様々なアイテムをもらうことができる。ほう。
カタログはスプラトゥーン3のサービス開始後から2年間、3ヶ月に1回のペースで配信を予定しているので、ぜひコンプリートを目指して。やらな、これはやらんと。まだまだ紹介したいことはたくさんあるのだが、少し休憩をさせていただくとしよう。その間、一旦こちらの CM をご覧いただきたい。CM？ ん？初心者クラゲ？縄バトラー。うん？カードを出して一対一の縄張りバトル。ええ？カードによって濡れる形は様々。パワーを貯めて一気に逆転。スペシャルアタック。あんなカードやこんなカードまで。総数150枚以上。自分だけのデッキを組んでライバルをノックアウト。はい。カラガイの住人があなたの挑戦を待っている。陣取り対戦縄バトラースターターデッキ漏れなくプレゼント中。縄張りバトルが1対1の対戦カードゲーム、陣取り対戦縄バトラーとして登場。バンカラガイのこちら縄バトラー道場で遊ぶことができるようだ。こちらも詳細は追って報告するのでお待ちいただきたい。続いてはこちら。さて、4人で協力し迫り来る鮭からイクラを集めるだけの簡単なお仕事。簡単か。怪しいが稼げる。怪しいが稼げる。サーモンラム。鮭の中でもより凶暴な大物鮭を倒すことで貴重な金イクラをゲットすることができる。これシュートできるのいいよな。金イクラをたくさん集めて納品するのがバイトの目的だ。投げてできんねんな。やば。さて、今回は大物鮭について新種が確認されたのでご覧いただきたい。UFO みたいな。鍋豚。バリアを放出し地上にいる鮭たちを護衛するようだ。めんどくさいやつや。足元に近づくと踏みつぶそうとしているので注意が必要だ。あ、これボム使うやつ。続いてはこちら、鉄球。鉄球？遠くから重たい砲弾を撃ってくる。ああ、やっかいそう。着弾地点の衝撃に備えよう。新たな大物鮭の登場でさらに危険になったサーモンランにご期待いただきたい。おお、鉄球そうやって使うの。やばすぎ。ねえ、ねえ、ヘリ。おお、なんか、超巨大な鮭、おかしら鮭の一種、横綱だ。おかしら鮭。終了間際にたまに現れるらしい。たまに、いや怖えな。背中のタンクが特別に支給されたイクラキャノンになっており、金イクラを打ち込んで大ダメージを与えることができるようだ。あ、そっか、納品の必要ないもんな。戦いには制限時間があるらしい。少しでも多くダメージを与えて撃退したい。なんとこれは現在調査中のビッグランだ。ビッグラン。イカたちの住む町に鮭が押し寄せてくるという。数ヶ月に一度発生するとの情報もあり、ビッグランに備えていただきたい。なんかやえらいやばいことになってんやないかい。あ、次はこちら。じいちゃんおる。赤の広場にあるこのマンホール、実はここイカたちの宿敵オクタリアンの住処への入り口だ。あなたはニューカラストンビ部隊の新メンバー3号として、なぜか毛に覆われてしまったタコ軍団へと立ち向かうことになる。なぜか毛に覆われた。さまざまなギミックが待ち受けるステージの数々を相棒の小鮭と共に突き進む。小鮭。
ちなみにこのヒーローモード、バトルや武器の基本を学ぶのにうってつけなので、慣れていない方こそ無茶を言うな。2のヒーローモード難しかったんだ。無茶を言うな。どこから来て、そしてどこへと向かうのか。おい、なんか起こったと同じような質問だけど。あー、高尾さんまで会うのかも。わあ、じいちゃん。グズも何取るやんけ。さて、バンカラ街に戻ってきたが、はい、ここからはスプラトゥーン3をより一層楽しめる機能をご紹介したい。ほう。これはイラストを投稿できるポスト。ポスト。投稿されたイラストは街やステージの至る所に展示される。バカだ。気軽に投稿していただきたい。ただチペンが欲しい。ちなみに縦書きにも対応している。へえ。他にもなんかバトルに役立つ食事が取れる売店や。ローカル通信で近くにいる人と好きなルールで遊べるイカッチャ。イカッチャ。撮影モードを使えば自撮りをしたり。いいな、この撮影モードいいな。スマートフォンに送って SNS に投稿したり、マイロッカーに飾ることもできる。こちらは散歩案内所。ん？いつでも好きなステージを選んで散歩することができる。バトルの前の予習に役立ててみてはいかがだろうか。なるほど、こっから散歩できんねんな。さっきのこのなんか、これはイカリング3だ。あ、3。お持ちのスマートフォンで利用することができる。最近のバトルの戦績を確認したり、普段お店には並ばない特別なギアを注文できるゲソタウンといった機能に加え、うんうん、バトルで塗った面積に応じてもらえる塗りポイントを使ってロブの旅を応援できるロブ1、うん、自分の腕前の履歴を詳細に確認できるヒストリーといったコンテンツにもアクセスできる。何より便利なやつ。スマートフォン用の特別な壁紙などももらえるので、ぜひゲットしていただきたい、うん。イカリング3は Nintendo Switch オンラインのアプリから利用できるようになるぞ。お次はアミーボ。バンカラ街のこちらでスプラトゥーンシリーズのアミーボを登録しておくと、お気に入りのギアのコーディネートやマイコーデを覚えておいて素早く着替えることができる。さらに特別なギアを入手したり、一緒に写真を撮ることも、うん、そしてスプラトゥーン3のアミーボバージョン。さっき発売はこの冬を予定している。あー、こちゃきかわいいなー。かわいい。ここからは発売後のアップデートについてお知らせしたい。今から。先ほどもお伝えした通り、1ヶ月前やね。2年間は3ヶ月おきに新しいカタログが配信される。カタログの配信と同時期に新しい武器の追加も予定されている。ほう。そしてバンカラマッチで非常に高い腕前に到達すると参加できる X マッチや、ほう、2時間ごとにグループ同士がバンカラマッチの戦績を競うリーグマッチも今後のアップデートで追加予定だ。リーグマッチやったことねえんだよな。さらに今作では大型の有料追加コンテンツの配信を予定している。へえ。詳しくは追ってお伝えするので、しばらくお待ちいただきたい。それではこの辺りでイカ研究所からの調査報告を終えたいと思う。え、なんか低くなってない？ありがとうございました。あ、ありがとうございます。誰だ誰だ。なんかいるな、なんかいるな。ん？うん、いいじゃねえだろ。ほう。おっと、
これはいかん。スリミ連合のことをすっかり忘れていた。スリミ連合はバンカラ街のニュース番組バンカラジオのパーソナリティを務めている人気沸騰中の3人組だ。ステージ情報のほか、さまざまなニュースをお届けしてくれる。そうそう、バンカラ街の若者たちは生コフォンを持っており、ガラケーになったな。このようにニュースをながら聞きすることもできるようだ。これは便利。そしてガラケーだ。あらあいいなこの屋台。わあ、うん、いいなこの曲。今回もフェスが開催されることが決定した。やったー。フェスは告げられたお題に対しいずれかの陣営に投票しバトルで決着をつけるイベントだ。今回は3つの陣営に分かれて開催する。3つになった。2部構成となっており、前半戦は4対4の縄張りバトル。バンカラマッチある。そして後半戦は鳥からバトルだ。はぁ、鳥からバトルは なんと3つのチームが3色。うわー、ややこしい水流れ戦やんけ。1位のチーム4人がステージ中央に、暫定2位のチーム2人と暫定3位のチームの2人が挟み撃ちにする形となる。1位のチームは守りきれるか、2位3位は1位のチームを引きずり下ろせるか。ほー、やばい、こっからもうパーセント見れるの。スーパーシグナルを活用してスリム連合のメンバーたちと協力しながらバトルを制し、フェスに貢献したい。やば、何それ。うわー、やべえな。それでは最後にスリム連合からのお知らせで今回の研究発表は終わらせていただく。おう、スーパーシグナルを阻止するな。やばすぎ。うわ、この動きいいな。うわ、トランジョンもいいわ。おっ、おお、祭りやー。最初準備すんじゃなくない。なさそう。そうなのかな。そういうことか。なんで、ガードは20歳までいけるんじゃ。
ハンカーがちっちゃい。ドクドクやっちゃう。ガチンのかよ。なあ、張り倒しやるの？わあ、ごめんちょっと。はい、これで終わりかな。終わりかな。まあ終わりだろうな。いやーいやーいやいやいや、まあ終わりましたね。はい、やばすぎ。ちょっと待って、情報量多。いやーまず背景が気になってしゃあないんだ。まず背景が気になってしゃあないんだ。あと UI もいい感じになりおったの。ここら辺はもうチェックせんとな。チェックせんとな。うん。で。もう、情報量に抑えてな。こういうの大体後の感想つに変なのかな。なかなかにね。いやー。前夜祭。あ、そうだ、スイッチもか。多分、やると思います。はい。やっぱり、うちの子を降臨させます。いやー、いかか。どうしよう、うん、まあそこら辺の操作もね、どうしようかなと考えております。では、ちょっとご視聴ありがとうございます。何があるの？